はい、お疲れ様です。山影です。本日はこのテーブル出てきてますんで、開封動画になります。本日開封するのはですね、この格好で、ちょっとわかるかもしれないですけども、普段であればちょっとユニフォームでやるんですけど、ちょっと今ユニフォームをですね、セカンドユニフォームを作るためにちょっと今預けてあるので、ちょっと久々に T シャツを、引っ張り出してきまして、T シャツでやりたいと思います。ちょっと T シャツレアですけども、はい。本日開封するものはですね、NANAミズキライブジャングル2024のライブツアーのですね、ライブグッズ届きましたんで、そちらを開封していきたいと思います。NANACAとかアクスタとかね、一応ネタバレが嫌な方はですね、こちらで、動画止めて、ブラウザーバックしてください。ということでね、早速届いたんでね、すぐ開封していきたいと思います。でですね、今、開封しようと思って今動画作ってて、段ボールを切ったところでですね、ベランダの消防と点検が来てですね、今動画を撮り直してます。ちょっと段ボールが開封ちょっとしちゃってる状態になっちゃってるんですけど、まだ中身見てないのでね、一緒に開封していきたいと思います。よいしょ。ちょっとね、こうやって一応封だけ今切ってる状態です。でも中身全く今出してないです。よいしょ。はい。こんな感じでね、まだ全然中身を出してないので一緒に開封していきたいと思います。夏のツアーも再来週、ね、土曜日から始まるので、ね、もうグッズ届くと結構ツアー来たなって感じですよね。おお、紙いっぱい入ってる。よいしょ。ちょっとね、自分の分と友達の分もあるんで、まあでもNANACAの開封はねしていいっていうことで許可得てるんで、順番にいきたいと思います。よいしょ。まずは、こちら、これ、はい。まずこちら。タンブラーですね。タンブラーですね。で、こちらが、LED ライトです。LED ライト。ちょっとピンときてるかわかんないですけど。LED ライトと、まあ、こちら、ペンライトですね。はい、ペンライトと、こちらは、はい、キーリングです。これはもうカバンにつけますかね。と、リストバンド A ですね。で、これは、友達の分なんですけども、ポストカード A、B、C。ポストカード A、E、B、A、C です。はい。と、で、これ、僕の分と友達の分のパンフレット2冊。パンフレット、こんな感じですね。パンフレット。結構シンプルですね。緑と白。はい。で、これに合わせて、NANACAが、12345678910枚NANACA10枚と、でアクスタは今回ちょっと、ユニオンとパレードと8種類あるんですけど、自分はパレードのアクスタ 4つ集めたいなと思ったんで、とりあえず4つ、まあ運試しということで4つこちらアクスタですね。はい、ということで、まあせっかくなんで、ちょっとタンブラーと LED ライトをちょっと開封したいと思います。よいしょ。お、タンブラー、こんな感じですね。結構緑と青の。まあ、こんな感じです。まあ、ロゴもね、こうやって、ちょっと見づらいかもしれないですけど、入ってて。はい。これタンブラーと、で LED ライトですね。これはね、ちょっと職場で使おうかなと思ってて、この後まあ仕事なんで持っていこうかなと思ってるんですけど、開かない。まさに。おお、これ充電式なんですよね。だから充電ケーブル、タイプ C の充電ケーブルと、これ蓋がこう、おお、つけましたね。こんな感じで結構ライトまあまあ明るいっす。ああ、なんかこれなんかこういう使い方もできる。ちょっと多分充電式なんでいいっすよね。一応これを、これが充電、こっから充電もできるんで、一応充電はタイプ C、USB タイプ C で、アウトが USB、だからアウトの時はタイプ C 充電ができるってことですね。これ本体に充電するときはタイプ C で、本体から出すときもタイプ C でいけるということになってるみたいです。はい。これは、一回押したらこっちのライトで、で、なんか、3回押すと、なんか、変わる、いろいろ。はい。ちょっと明るさが2段階ですね。各。こっちのライト2段階。こっちのライト2段階で色変わって2段階みたいな感じです。はい、これが、LED ライトです。開封するのはそれぐらいですかね、もの的には。じゃあですね、早速ですね、NANACAとアクスタの開封やっていきたいと思います。とりあえず、グッズは、この12345678910点とアクスタ4つです。はい。じゃあ早速、NANACAとアクスタの開封いきたいと思います。はい。では早速、NANACAの開封いきたいと思います。まずNANACAからですね。今回も8種類あるんで、10枚あるんで、とりあえずワンコンプ。友達の分もコンプしないといけないので、それはまたライブ会場でピンズとか買って、カード集めて、ちょっと、とりあえずワンコンプ目指していきたいと思います。こちらですね、パッケージ。はい、では1枚目いきます。よっ、お、横柄っすね。横柄7さん、これはノーマルカードですね。まず1種類、最初はちょっとかぶりなしでいきたいですよね、最初の方は。では、はい、2枚目いきます。よいちゃん。お、また横。横2種類目。こんな感じですね。なんかあんまジャングルって感じはあんまり、ジャングル感は、背景はジャングルっぽいですけど、あんまりこう、格好とかはジャングルっぽくないですね。はい。今、3枚目。ジョン。お、また横。これずっと横なのかな今回。これ白い衣装のナナさん。後ろがフラワーっぽい。今回全部横なんか。珍しいですね、全部横は。いつもね、横のやつは2種類ぐらいなんですけど、全部横なんかな、もしかして。じゃあ、ちょっと4枚目いきます。ジョン。あ、縦来た、縦。白い衣装ですね。はい。で4枚目、初めて縦がきましたね。はい、5枚目です。白い衣装、赤い衣装、オレンジの衣装って感じですかね今回は。ほい、5枚目いきます。じゃん。おお、レアではないですね、ノーマルですね。ピンときてるかな。はい、こんな感じの5種類目。あと3種ですね。今のところノーかぶりいいですね。いいペース。じゃあ、6枚目いきます。いいペースですよ。ワンコンプはいきたいですね。ワンコンプは。ほい。じゃあ、来ました、レア。レアが来ました。ヒント。はい。オレンジの衣装のナナさんが今回レアということ。これがレアカードですね。ヒント。はい。こんな感じです。お！いいですよ、かぶりなしですよ。次は7枚目ですね。7枚目。よい、あー、かぶりましたね。オレンジのナナさんがかぶりました。まあ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 ね、3枚余裕ありますから。次が8枚目、あと3枚なんで、あと3枚で2種類出せばコンプです。ジョン、あー、かぶりましたね、赤い衣装。ここ2枚ずつ、残り2枚。これはちょっとワンコンプ厳しそう。9枚目です。ジョン、お、これはない、これないやつですね、ないやつですね。お、ないやつ、ないやつ。お、あと1種類、さああと1枚で出せるか。多分これ白2種類、この衣装2種類、オレンジ2種類なんで、多分この衣装の縦カードがくればコンプです、おそらく。では10枚目いきます。いけるかな、どうかな、自力コンプ。せーの、ドン。はい、かぶりました。この衣装ですね。はい、はい、ということで、8種類あるはずなんですけど、多分この衣装、赤い衣装のこの縦カードがあれば、まあ、コンプって形ですかね。まあまだ物販で、ピンズとか買うんで、そこでカードを増やしていって、ちょっとコンプ目指していきたいと思いますけど、とりあえずNANACAは今回、こういう感じでした。10枚ね、なかなかやっぱ自力でね、コンプできないんで、まあまあ、まあまあいいんじゃないですか。とりあえず同じカードが3枚とかなかったんで、まあ友達の分も含めて、2コンプ目指すんで、そう考えれば全然良かったのかなと思います。じゃあとりあえずNANACAはこれで、終わりまして、次アクスタの開封いきたいと思います。ちょっと、カードを回収しまして、で今回はこう3つの衣装って感じですかね。でも縦カードと横カードが半々っていう感じで、結構ちょっといつもとはNANACAもテイストが違いますね。はい、じゃあとりあえずカードは置いといて、次じゃあアクスタの開封いきたいと思います。アクスタの開封、よいしょ。でアクスタは今回このパレードとユニオンの4種類ずつの8種類で、僕はこのパレードの4種類を集めたいので、とりあえず4つ買って、まあいきなり4つ当たらないと思うんで、まあ交換もしながらということで、じゃあとりあえずアクスタの1個目いきます。よっ、じゃん。おお、これパレードのオープニングの衣装ですね。この後スティーグル踊るんですけど、まずお、ちゃんとパレードが一発目くる。これいいですね、幸先いいですよ。パレード一発目、これいいですね。はい、次アクスタ2つ目。外れない。はい、よいしょ。よし。はい、2つ目いきます。じゃん。あ、ユニオンだ。おー、ユニオン、僕ね、ユニオンね、1公演しか行ってないんですね。あんまり衣装の印象が残ってないんですけど、これはどの衣装だろう。まあ、とりあえずユニオン、1種類。さあ、あと2個。ユニオン、どの曲歌ってた時の衣装とか、あんまり覚えてないんだよな。ほい、アクスタ3つ目。じゃん。はい、いきなりかぶる。パレードをかぶるっていうね。パレードかぶってきましたね。まさかのパレードかぶり。はい、ラストです。よいしょ。はい、4つ目。よし。え、そんなことある？ということで、パレードとユニオンがまあ、8種類のうち2種類しか出ないという4つ買って、まあまあそんなこともあるか。はい、はい、ということで、まあ、今回はまあこのまあ交換でねなんとかなります。はい、ということで今日はですね「NANA水木ライブジャングル2024」の、ライブグッズNANACAアクスタの開封でした。またね、再来週からツアー始まりますんで、まあいろいろツアーでNANACAとかアクスタとか交換してね、自分が欲しいやつコンプしていきたいと思います。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。山影でした。ほな、また。